はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が毎日一冊本を読んでその内容を動画でレビューするというチャンネルになっています。で普段紹介することが多いのは、まあ、ビジネス書一般教養また心理学についいての本が多いですでその他には、えー、習慣化継続化についての本であったりまた最近はお金とか、えー、投資資産形成についての本も読むことが多いのでそちらもご紹介しています。 もしよろしければ、えー、チャンネルページに行っていただいて、えー、再生リストが作ってありますので、えー、見ていただければと思いますでえっ、ー、とーまああのー、私の好みを中心に読んでるんですけれどももし読んでほしい本があればぜひコメント欄にコメントをよろしくお願いしますまたチャンネル登録や、えー、グッドボタンもぜひよろしくお願いしますはいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います今日は、えー、このビジネスモデル2.0図鑑と といいいうタイトルの本をご紹介したいと思いますでこの本はですね、えー、とこの表紙からもわかるんですけれども、まあ、あの世の中にあるいろいろなビジネスモデルを図鑑、えー、と図解で紹介をしていくという内容になっています。で今日は、えーとまあ、ポイント3点、まあ、私が感じたところをご紹介したいと思います。でまず1点目は生き残るビジネスモデルとはどういうものなのかということで2点目は、えー、とこの本の特徴である図解について。 で3点目が、えー、この本の中で取り扱われている事例,が事例についてご紹介をしたいと思います、はい、でまず1点目の生き残るビジネスモデルはというところについてご説明をしたいと思いますでこの本の中ではその生き残るビジネスモデルというものには、まあ、3つ大きく言うと特徴があるというふうに言っていますでまず1つ目は、えー、と逆説の構造があるということです ここれははどういうことかといういいととと、か、えーまあ、何事もです、ね、物事も物には定説があります。例えばこの本の中で紹介されている「俺のフレンチ」というお店の事例で言うとまあ定説としてはフレンチっていうのは、まあ、ゆっくり食べるものであって高級なもんであるということがあったんですけれどもそれを覆すような形として、まあ、立食形式で、えーとまあ、お客様の回転率を上げるということで、えーまあ、利益を得ると。 そういいっったビジネスモデルを作っていますつまり、えー、まあ定,層定説を覆すような、えー、ビジネスモデルを構築することで、まあ、創造性を持っていると、まあ、これが一つビジネスモデルとして生き残っていくように必要だということを言っています。で、えー、と2点目は、えー、と発泡よしになっていると。 いうことを言っています。これはまああの非常にユニークなことだなと思いました。この本以外ではま聞いたことない言葉です。で、これはどういうことかというと、まあ元々あの三方よしという言葉があって、えっ、ー、と売り手よし買い手よし、えー、世間よしというふうにえ言われているんですけれども、まあ、それをもう少し発展させた形として、まあ、最近では環境であったりとか、えー、ま従業員であったりとか、もう少しま細かい えー、利害関係者に対してもまあ配慮をしていく必要があるとで、まあ、最近ブラック企業とかよく言われますけれども、まあ、そういったまあ一部を犠牲にしたようなビジネスのやり方ではもう今後は通用しなくなってきますよということを言っていますなので、えーとまあ、そのあらゆる利害関係者がまあ満足するようなビジネスモデルが必要ですということです で3点目は、まあ、これは当たり前なんですけれども、えー、まあ今言ったようなその逆説の構造と発泡良しというものを満たしながらちゃんとビジネスとして成立する儲けの仕組みっていうのが入っていることです。でこれもまあ当たり前のようなんですけれども単なるボランティアではなくてちゃんと,えとどこかに引っ掛か,か,かり、まあ、フックを作ることによって、まあ、誰も不幸せにならないようなちゃんとお金が回るような仕組み継続的に、えー、ビジネスが回っていく仕組みっていうのが重要ですということを言っています。 これが1点目の生き残るビジネスモデルとはということについてです。で、2点目はですね。えっともうこの本の特徴になります。で、えっと。まあこの表紙にも書いてあるんですけれども、えっとまあ、人物金情報の流れって言うのをえー、まあ、図解で表しています。で、非常にシンプルな、えー、ピクトを用いてえー、まあ。どこにどういう？ ものが動いてその対価として何が起きているかまあ対価というかまあそのそうですねえっとリアクションとして何が起きているかということをまあ非常にわかりやすく説明しています。 で最近はシェアリングとか、まあ、広告宣伝ビジネスとかですね、えーとまあ、そういった非常にふく、えー、と一見目に見えにええくいいビジネスモデルとうのが増えてきましたなので、えー、と自分たちがまあ直接お金を払ってものを購入するという、まあ、比較的シンプルなビジネスモデルだけではなくてやっぱりその裏で自分たちの情報をまあ対価として引き渡しているとか、えー、また人と何かをシェアすることによって、えー、効率化をするとか。 これまでとはちょっと違った概念のビジネスが流行ってきていますですのでそういった環境においてもこうやって図解をすることによってビジネスモデルがどういう工夫がなされているのかというところが非常に分かりやすいという特徴があります。これが2点目ですで最後3点目もですねこの本の特徴になるんですけれども非常に事例が豊富で分かりやすいです。でこの本の中では100個の事例が紹介されています。 大きく分けると4つあって「人」「物」「金」「情報」という4テーマに分けられてるんですけども例えば今パッと開いた「OISIX」っていうページでこのページに関しては「えっと、物」という項目で取り扱われてるんですけれども、えっとまあ、この「OISIX」は比較的有名な、えー、ビジネスモデルだと思います。えっとまあ、産地のの野菜というのを、えーまあ 消費者に直接届けるようなビジネスモデルだったと思いますけれども、えっとまあ、こういって知ってるようなビジネスモデルもあればですね知らないモデルビジネスモデルというのも非常にたくさん紹介されていましたで、まあ、最近はですねさっきも言ったようにあの非常に複雑なビジネスモデルが増えてきてますので、まあ、直感でなかなか思いつきにくいというようなモデルが増えています ですので、まあ、他の事例をこう豊富に紹介することによって、まあ、自分が普段接しているビジネスモデルっていうのが、えーまあ、なぜそういうビジネスモデルになっているのかまたどの部分をどういうふうに改良したら、えーまあ、さらに利益が上がるのかまた幸せになる人が増えるのかっていうことを考えるときに、まあ、非常に参考になるのかなというふうに思いました。はいえー、と繰り返しますけども、こ、まあ、この本で面白かったところは、まあ、 生き残るビジネスモデルっていうのはどういうことかっていうのの説明が非常に、えーまあ、丁寧になされていることそして2つ目図解が非常に分かりやすいということで3点目は事例が豊富であるということ、まあ、これらの点がですね非常に面白かったと思います。 でえーとまあ、内容自体はですね私自身もこの100個の事例というのを全て頭に入れているわけではないんですけれどもあの今日読んでみてですね非常に頭の中がこう、えーまあ、リフレッシュしたというかあのいい頭の体操になったなというふうに感じていますですので、まあ、あの1冊持っておいてですね何か自分が考えに詰まった時に、まあ、ふと見返してみると面白い発見があると、まあ、そういったような本じゃないかなというふうに思います、はい、今日はは、えー、レビューは以上になります。 もしよろしければ、えー、チャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。